シンプル簡単バージョンやってみました。もうキュンときますね、この切ないメロディ。もう本当にこう歌い継いでいきたいですね。はい。で、今のはですね、聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンで1番のサビまでやって終わったということなんですけど、後半のかっこいいバージョンではもうちょっとセミロングバージョンみたいな感じで、ガズレレオリジナルのアレンジですけど、もうちょっと長いバージョンをやろうと思います。で、パターンは一緒です。ちょっとコード進行一緒なんですけど、シンプル簡単バージョンすごくゆっくりやったんでね、まずはこのバースじっくり取り組んで、で、できるようになったらかっこいいバージョンと一緒にセッションしていただくのもいいかと思いますんで、まあでもかっこいいバージョンと、セミロングバージョンもフルバージョンではないんで、もしね、全部ちゃんとやりたいという方がいましたら、コード進行、こう同じなんですよ、2番も。なんでコード進行と2番の歌詞を書いて、オリジナルの楽譜を完成させてください。そして今のシンプル簡単バージョン、後編のかっこいいバージョンとか、動画に合わせて、あ、なんとなくできるようになったなと思った方、次のステップがあります。それはですね、ご自身だけで、一人だけで演奏してみるということです。YouTube と合わせるんじゃなくてね、その時に、いや、最初のうちはやっぱ楽譜とか見て、いずれは覚えたいですけど、楽譜があった方がやっぱ最初はいいでしょうから、楽譜の用意をね、していただきたいなと思うんですけど、ガズはね、まあ、この、こういう感じで、ノートに書いて、これを今見ながらね、演奏したんですよね。これ今日、ちなみにこう2枚にわたってるんで、結構長めのロングバージョンを狙ったんですけど、もうちょっとしたらこれ画面に映して、こんな感じでメモるのはどうですかとシェアさせていただきますけど、ただいまですね、このサービスが始まっております。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の村下幸三さんの初恋のこのノート楽譜を含む、今までガズがもう書き溜めて取り溜めてきたもうノート楽譜、もうたくさんあるんですよ。もう1000曲近くあるんですけど、その中から毎月5曲、お好きな曲を選んでダウンロードしていただいて、もすぐに練習できるよという、そういう画期的なプログラムなんでございます。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン！ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういうふうに分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは、楽譜を見てまいりましょう。初恋。
はい、2021年改訂版ということになっております。はい、今回ね、これイントロをつけたんですよ。前回4年前はね、イントロはちょっとやらなかったんですけど、これをやってみましょう。伸ばすとか書いてありますね。はい、ここじっくり伸ばして、こっからリズムが入ってくるという感じです。で、ここ見てもらうと、この矢印マーク。これは後半のかっこいいバージョンではこれシンコペーションということで、ここリズムがゴーンと食い込んでいくよと、後で説明しますけど、今シンプル簡単バージョンはこの上の段を4つに切って弾いていたということです。ございます。で、このノートの見方はこの、こういうの書いてあるじゃないですか。下に書いてあるのはかっこいいバージョンで使う、コードだよということでございましてですね。そこら辺をちょっと確認しておいてください。これ今、C メジャー7とこう書いてあるでしょ。これ後でね、しっかり説明していきますからね、ご安心ください。はい。こんな感じで今映すんで、一時停止で、メモっていただくか、動画のテロップを一時停止してメモっていただくか、先ほどご紹介したガズクラブでこの楽譜をダウンロードしていただくのもいいかなと思います。で、さーっと映していくんで、一時停止でね、書いてください。これ結構歌ご存知の方は多いでしょうから、はい。よろしくお願いします。そして今やったシンプル簡単バージョンは、つまりサビが終わって、ここまでで終わったんですけど、後半やるかっこいいバージョンはここ、間奏で繋いでいきます。感想でこう繋いでいって、まあ難しいコードは出てこないので、これは初心者の方もかっこいいバージョンのビートに合わせて4つ弾きでこれ弾いていくのもいいと思います。で、今日2枚に渡ってるんで、これ後ろに行くんですけど、はい。ここ、またサビ。最後のね、サビをね、ここに足したという感じなんですね。で、ここ同じ、印象的な好きだよと言えず、2発恋は出て、ここの歌詞が変わってきます。はい。ここがね、結構言葉が詰まっていて、言葉のタイミングも要注意でございますからね。はい、こんな感じでやっていく。あ、ここにね、こうフレーズっぽい感じ、後で解説しますけどね。こんな感じです。一時停止でメモってください。では、コードの解説入っていきましょう。この赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ちょっと後で解説します。はい。今これ映ってるこの8個のコード。これで今シンプル簡単バージョンやってみました。言っていきます。C と Am、A7、F、Dm、G7、E7、Em7。これはですね、たくさんあるように思うかもしれませんけど、これ安心してください。ガズレレの入門コードのグループです。これはね。はい。その入門コードのグループっていうのは何かというと、いつも出てくるやつ。これ、ガズレレ必須コード。私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう動画を撮ってます。ここにリンク貼っておくんで、ここは必見です。ここで10個のコードを覚えてください。今日はそのうち8個出てきますからね。まずはここ覚える。楽しく覚えられますんで、その動画で覚えていきましょう。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に流れていくんですけど、いつもここで一回確認ね。今みたいに4つ弾きで、しっかり歌のメロディーとタイミングを理解してから後半のかっこいいバージョンに入っていった方がいいと思います。後半のかっこいいバージョンはリズム感、ここでね、ストロークのリズムが入ってくるんで、そのね、タイミングと言葉のタイミングがこうガチッと合わせるところがかっこいいんで、しっかり歌を自分のものにしてかっこいいバージョンに入っていくことにしましょう。じゃあかっこいいバージョンの解説でここから入っていきます。かっこいいバージョンでは2つコードが追加されます。まずはこれ。C メジャーセル。大文字の M はメジャーということにガズレレでは、させていただいております。はい、これ簡単よ。ここ1個だけ、ここ1個だけ、これね、数字、この C メジャー7っていうね、このアルファベットとか見るとびっくりしたけど、これ1個だけなんですよ。これだから、初心者の方でも抑えられるコード。響きもいいんですよ、これ。どこで出てくるかというと、さみだれば、緑色。あー、かっこいい。こっちの方がかっこいいですよね。なので、これ、初心者さんでもこのコードは使えると思います。C メジャー7。あともう一個は E7 サス4ですね。これもちょこちょこ出てきますけど、入門コードのまず基本のコード。E7 から見ていきましょう。E7 というのはね、確認よ。こことこことここを3つ押さえる。こんな風に押さえるでしょ。はい。人差し指見ていてください。これがここになったら E7 サス4。ここになったら E です。行ったり来たりします。E7 サス4から E7。こんな風に使っていきます。ここ、こういうね。はい。この二つでかっこいいバージョン。渋いんですよ。このコードを使っていきましょう。はい。じゃあ、ここから、リズムの解説。リズムの解説は今日はもうシンプルです。ドン。8ビートのチャ。これで、いきましょう。どんな感じか、やってみましょう。まず、Am でコードいきます。せーの。このストレートな力強いビート、これでいきます。8ビートのチャのリズムの解説動画、ここに貼っておきます。このリンク先はですね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという濃厚解説動画がアップロードされておりますので、その動画をもうめちゃくちゃ見て練習してください。その動画内でも言ってますけど、こういうね、こういうストロークって言うんですよ。手首でこう振ってね。それの基本は8ビートというリズムです。8ビートができるようになった人が8ビートのチャができるという順番になってますんで、まあその動画内でもね、しっかり解説してるんですけど、
っくりすぐにできるようなものではないんで、自分のものにしていって、このリズムで気持ちよく奏でていきましょう。そして今日ですね、このマークたくさん出てきます。これさっきもね、楽譜のところでちょっと紹介したんだけど、矢印マークですね。これね、シンコペーションってリズムが前でズコーンと食い込んでくるよというガズレレオリジナルの表記でございますけれども、ちょっとね、イントロの後半の方のイントロのところで、ちょっとそれを練習してみましょう。ちょっとこんな感じですね。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。でんでんでんで、ここでん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 で、ここ分かった。今、ここって言うと、リズムが、でんでんでんで、ジョーンとこう入ってきました。こういう食い込んでくるのをシンコペーションと言います。これはですね、結構この曲では重要なポイントで入ってくるんですよ。浅い夢だから、んだかただ、ストーンと。ここら辺、シンコペーション、効果的に使っていきます。矢印マークが出てきたら慌てずに、スコーンとちょっと前に食い込ませていく。これがキーポイントになると思います。シンコペーション、よくわからない、難しそうだなと思った方、さっきのね、リズムいろいろ、8ビートのちゃんとリズムのいろいろとここですよって言ったところに、シンコペーションの解説動画貼ってありますんで、ちょっと探してみてください。そうするとシンコペーション面白いんでね、チャレンジしてみてください。ではちょっとね、もうちょっと細かいところ見ていこうと思うんですけど、今回 A メロからサビに入る一番最後のところ、届かぬ思いを温めていた、ここのところで、ちょっと E7 サスフォーから E7、鬼面が入ります。ちょっとやってみましょう。1, 2, 3, 4, 次ですよ。つたたつたたつたどん。すっきりやってあります。つたたつたたつた E7。はい。ここ、カッティング。これが出てきちゃいますね。これはで、最初に言ってここちょっと難しいんで、難しい方は、最初一発、チャを入れて、チャパパパパパパパドン。これでもいいです。はい。E7 サスフォーで、チャパパパパパパパダンで止まる。これでもいいんですけど、ちょっとこここだわりたいときは、ツタタツタタツタドン。これがやりたい。ちょっとゆっくり分析してみますと、もう一回ゆっくりいきますよ。E7 サスフォーから。最初の一発目は、チャですね。せーの。こうなります。チャパパ、ここカッティング。ここカッティングって左手に弦に触れて、カチャって言わせる。E7 はい、これカッティングっていうのはね、これ弾き方結構難しいんですけど、さっきのリズムいろいろっていうところのね、8ビートのところの、チャのところっていうのを一番最後の方にカッティング濃厚解説動画があるんで、ちょっと興味あった方、その動画を見て、ちょっとカッティングの練習もしていただくと、こういうのがかっこよく決められると思います。そしてここにちょっと、似たような感じの決めがもう一箇所入って、遠くで僕はいつでも君を探してた、つったたた。はい。ここはですね、さっきよりシンプルですね。最初の一回、チャを入れて、チャパパパパパパパ、ジャーンって伸ばす。はい。これ、こっちの方が簡単だと思うんですけど、これもちょっとこんな感じで盛り上げていくフレーズ入れてみましょう。そして今日ね、一番難しいであろう、フレーズっていうのがあって、ちょっと、サビの一番最後ですね。聞いていてください。振り子細工の心。はい。いいでしょう。何やってんだって感じだと思うんですけど、 E7 を押さえたまんまにして1弦 2,3,5,3,2、 これストロークで 2,3,5,3,2 ですよ。 2,3 アップ 5,3 アップ 2、 これでいきますよ。E7 を押さえてる時もすでに1フレットは2ですからね。 2,3,5 で5まで行くの遠いから、見て手首をこうぐるっと回転させないと小指で5まで届かないからね。なので、親指をちょっと下げないとですね、ここにこうスペースを作んないと、今回はこういけないと思います。握って弾くと、こう5フレットまではちょっと届かないんで、E7 を押さえながらね。E7 を押さえたまま1弦だけ、2,3,5,3,2。このフレーズ、かっこいいです。で、ストロークのリズムの中でフレーズが変わっていく。これを覚えておいてください。もう一回やってみようかな。吹き子細工の心。はい。2,3,5,3,2。やってみます。
ましょう。ここね、後半のかっこいいバージョンではこのバースが2つ出てくるんで2回出てくるぞということになっております。このフレーズ入るだけでね、これ相当かっこいいんでね、ちょっと練習して、そこ小分けに練習するのが最初はいいと思います。というような感じで結構こう決め物のね入ってはくるんですけど、基本的な音シンプルに8ビートでこう淡々と、紡がれるこの初恋の片思いの思いというかこう青春ですね、その思いも込めてですね、やっぱこう直球ストレートに歌っていきましょう。さあそれでは心を込めてやってまいりましょう。村下幸三さんの初恋ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。人がね入ってまたこういう躍動感がこの曲に出てくるかなという感じですね。切ない、切ないですね。歌詞も読み込んでいただいて、皆さんこうキュッとこう思いとともに歌っていきましょう。2023年ガズレレ生誕10周年イベントなんですけど、東京、名古屋、大阪プラス東京での追加公演、全公演チケット完売ソールドアウトになりました。ありがとうございます。ご参加いただく方本当めっちゃ楽しみにしてますんで、一緒に盛り上がって最高の時間を一緒に作り上げていきましょう。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもね、ガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますんでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。